続いては大竹新志向有禄、毎週水曜日は北太郎さんです。はい、こんにちは。こんにちは。昨日の夜ね、今なんかテレビでね。あの、面白い見るもないなと思ってて、見よと。じゃ、あネットフリックスで映画でも見ようかと。なるほど。映画こう探してる。あれ探すの大変なんで、ないく。たくさん選択肢があって。 見つけられなくて「戦場のピアニスト」という映画があって女房が「この映画いい映画だからねこれにしよう」ということで見始めたのねで「見たことあるのか?」って言ある」っていうのねで5分ぐらい見てて「もうこのシーン覚えてる?」とか言ったら「いやこれ全然覚えてないな」とか言うんだ女房がね。 あるところでね船から出ないでねずっとピアノをね弾く映画だっていうんねそれでずっと見てねユダヤ人がねナチスに追われていろんな人に助けられて生き延びていく映画なのねピアニストがねいつ船行くんだって俺女房に行ったらね いやこれから船に入ってピアノ弾くんだで最後までね船に入んね乗ってない乗ってないんで見たのかおかしいなとか言ってんだけど俺はいつこの主人公が船に乗るのかもねそればっかこのシーンから船に乗るってのはありえないなって思っててで見終わった後 女房がいい映画だっったねとて「お前は何を言ってんだ」って感じでこの戦場がねやっぱ船の上だというふうにちゃんと字は見てるのに戦場は戦う場なんだけどなんかあこういうことが頭にこびりついちゃうんだね。でもねそれはね多分ね あの船の上でのピアニストのなんかあったよねその映画あるんだよあるよねだからそっちと混ざったんじゃない混ざったっていうかそっちかと思ったんだよなんかあったよねありましたそれもなんかうんそれも結構なんかね俺のイメージはね主人公もなんか似てるような感じの男の人でしょね両方とも どっちの船の中のピアニストはね別に見てないからね見たような気もするけど覚えてないけど。じ多分混ざったの混ざっちゃった。 うん、そうかもしれないねじゃあ奥さん見てなかったんじゃん見てなかった船の上の方このシーン見たって聞くといやこのシーンはなかったいやだから船の上の方のやつは見てたんじゃないそっちがツイッターでは海の上のピアニストだったんじゃないかっていうあ、それだよそれですかね船上じゃないんだよ船の上じゃない船の海の上はい でもしらー俺はそのしらーいい映画だったんだけどしらっとしていい映画だったねなんて言われた時には腰が抜けちゃったよずーっといつ船に乗るのかないつ船に乗るのかなって見てて船上から行かないよ船に <laughs> 船の上のピアニストってどう,いうはい海の上のピアニスト <laughs> のの、ね、あるんだそううのはあ,ありますずっとこの話の途中からそうじゃないかなってずーっと思いながら聞いてたよ、うんうん でもずっと見たことないな見たことないなってのがおかしかったよ違う映画なのいでもなかなかやっぱユダヤ人がね迫害されていく映画で考えさせられるよねこのユダヤ人ってこれで今だからねまあでも奥さんとでも一緒に映画見るって仲いいよねうん。 まあいつも別々だからね別々っていうか俺はもう部屋から出ないからね普通はねたまたまだったねあんた引きこもりって言われてくれ部屋から出ないから休みの時はあの部屋の外からずっと話しかけてたりするわけ奥さんはしょっちゅう入ってくんだよ俺の部屋にうるさいんだよ。お茶持ってきたりいいじゃか実に入ってきたっていやまあいいけどね <laughs> どうでもいい話なんだけど、はい、それで、うん、またどうでもいい話なんだけど、うん、これはね朝こう目覚めてね、うん、もう最近なんだけど、うん、ある有名な人ね、うん、女性のね、うん、女優さんの名前が出てこなくなって、うん、まあまあ廊下なんだけど、うん、あれ の別になんだかふとそういう時ってあるんだね。それはねめっちゃ有名な女優さんで CM も何本も撮っててこれはねもうだんだん思い出せないことがね不愉快になってきて絶対思い出してやろうと思って「あ行」からねやってった <laughs> あ、あかわ、あ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 、いい、いい、いいと、でも、何回もやっても出てこないね。誰だから。で。おっぱいバレーの。おっぱいバレー。知らない?。すぐわかるよね。はい。大竹は知ってる?。おっぱいバレー。見てない?。見てない。おっぱいバレー。 おっぱいが大好きだからバレエいい映画なんだよ。この主人公の女性もう出てきたもう出てねもう聴いてる人も全部出てると思うんだけど CM もねいろんなユニクロの CM とかもうねすごい数の CM やってる人。 おっぱいバレーで出てこないと出てこない知らないのか知らないもんおっぱいバレーじゃあユニクロとか化粧品の CM みたいなやそんなおっぱいバレー知らねえんだからだからもうめちゃくちゃ出てきた大体有名な女優だよあそうなんだ誰これがね俺は出てこなかったのね最後までだからしょうがないネットでおっぱいバレーって調べてはい うん、綾瀬はるか。ああ。でも、あ行からやってたんでしょ。あ行からやって、一等上だったの。<laughs> ああってことはありえないなと思って。<laughs> ああ、またま。でも、ね、あ、い、あ、打ってやってってば、あやまで遠いですしね。あや <laughs> までたどり着かないですよね。ああ、と思って、でも、もう、まあ、廊下だね、基本的にね。ああ。まあ、で、それ名前。綾瀬はるか、でも、よくよく考えてみたらね、うん。うん。 この綾瀬はるかっていうのは覚えづらいね、名前だよね。駅名、駅名だよ、綾瀬っていうのは。あの、俺が、俺が出てこない名前はね、あの。瀬川。英子。うん。女優、あの。歌手の。歌手の、ちょっと面白い感じの。こう瀬川英子ってね。この名前が出てこないんだよ、いつも。いつも出てこない。 いつも出てこない。あれ顔見てても出てこない。ああの川栄作出てきちゃう。性別も違います。いやいやいや本当の話。顔見ててもあ川栄作ででセガエイコは出てこない。セガエイコさんとゲゲゲのきたの歌ったことあるねちゃんと舞台で。俺なんか俺なんかって一緒に歌ったの。一緒に歌ったの。あの人付き合いいいからね何でもやってくれるからね。

水島一緒に日本に帰ろうですよねビルマの建物は中井貴一なんだよ俺たちの時代はね名前は知らないけど別の人なんだよねビルマの建物いやいやいやそうじゃないもっと古い映画があるの。ああそれのビルマの建物は全然違う人が昔の役者さんがやってたんだけどねまあでもやさは中井貴一の旦那さんがお父さんの名前上原健

うん、恵子じゃね。恵子、恵子さんが出てこないっていうことでも、今出てきてるのはすごいじゃん。今も必死で頭、頭の中も百パーセントフル回転して、この名前出てきた。出てこないね。出て、出て、出てこないんじゃないかなと思ったら、出てきた。えらい、岡栄作も出てきて。タンスの人、タンスの人とか思いながらね。はい、でね。どうでもいい話、三連発だけど。 俺はね、卵焼きを作ったんだ。最近。卵焼きはね意外とこう作る道具があって四角い小さなあれでねちょっと画期的な卵焼きを作りたいなと思ってもうね卵を2個それに卵を2個2個贅沢だよ納豆え じゃ納豆入れてで鰹節が一袋一袋も入れるのどんなでこつ小っちゃいやつ大きいやつあんなでかいの入れて出しとるわけじゃねえんだから入んないよ大体あのでかいやつはそのちっちゃな鍋にで卵肉全部入れてかきましてまだそれじゃ足りないえまだ入れんのカマンベールチーズを入れてみた納豆どけろよそれじゃ <laughs> 納豆いらないだろそれで塩麹うちは今塩麹が流行ってる塩麹って何だよまあ塩麹麹を塩でね、うん、こう8時間ぐらいこう熟成させると面白い調味料になるん塩麹知らない名前聞いたことあるけどねもう塩麹を作る機会あるんだようち,ちゃんとんいろんなことやってんだよねい,いろんなことやってんだよ、ね、<laughs> で卵焼きどうなったんだよ <laughs> これがね、うん ダメ女房もね、一口も食おうとしない。見た目でもダメ見た目も美味しそうなんだよ。そう。ちょっと内容をね、言っちゃったからね。あ、先に、納豆とカマンベール入ってるよって言っちゃったんだ。触るダメだ。いや、でもね、こういう実験をするとね。シンプルな卵焼きがいかにうまいかってことがわかるよ。 分かるならいいけどやいや、ね、俺はでもカツオ節の納豆とチーズと合うと思ったんだよ、うんうん、あのね、うん、寿司屋でね、あのー、卵焼きって本当に大事なんだよ、うん、大事だよね大事なんだよそ買ってくる寿司屋は駄だよね買ってくる寿司屋は駄だよ意外とある多いんだよ寿司屋で買ってくるあまあね、うん、で、まあ、自分のところでするとであの寿司屋は卵焼きとそれから小肌 うんこの二つはもう自分であの小肌はつ角の付け具合とか測、うんな,らなくちゃいけないからもうこれは卵焼きと、うん、あの小肌は、うん、結構寿司屋はね最初にた頼むとムッ、うん、とするんだよあそうそうあの一番<ー>小肌っていうとうん、うん う来たなみたいな。来たな頼みたいじゃん最初に後半だあたりそうなんだよでも普通に。あとはだから卵焼きなんかもね頼まれるとねちょっとうんうんっていう感じがねあるらしいよ。通が来たなって。通が来たなみたいな。うん俺言ってやるじゃんこの卵焼き卵焼き最初に最初に出てきて。はいだってすぐ出てきちゃったりして。いや難しいよな卵焼き確かに。 出汁のまあ、あのだしの加減とか難しいだろうね。でもねあれは郷愁だからね子供の時に結構甘い卵焼きをお母さんが作ったりすると甘い方が好きになっちゃったりするからね。こういうでも実験をして毎日も楽しく生きてんだけど楽しみ。いいはい、ね 調べもね楽しんで天才がね藤井とか大谷さんがいて天才の外見の特徴をちょっと調べて遊びながらね一番が痩せ型が多い左利きが多いお面長の顔だし切れ目の目切れ目の目っておかしいよの目切れちゃいけない 顔つきに余裕がある余裕の顔全部当てはまらないんだお前には全部当てはまらないがっかりしたよ、うん、こうやって遊んでんだはい、お時間来てしまいました、うんはい、北郎さんまた来週もよろしくお願いしますくだらなかったな明日のこの時間は新聞記者餅月磯子さんの登場ですお知らせの後は交通情報をお伝えします